私はあかり、普通の中学2年生、将来の夢はまだない。はい、プリント回して。今日は将来の夢を書いてください。いきなり考えたことなかった。そりゃ子供の頃はプリンとかケーキになりたいって思ったことはあったけど、現実的には無理だし。ん？なおちゃんは何になりたいの？私は1位から3位まで専業主婦だよ。今時珍しいな。将来の夢なのかそれ。でも現実的には難しいから、コンビニの店員になりたいな。意識低っ。今すぐその夢叶うよなおちゃん。そこら辺に転がってるよその夢なおちゃん。そうかな。うん、まあでも人それぞれだから。まあそうか。あかりは？実はなりたい仕事がなくて。そうなんだ。まあでもいきなり決められないよね、将来の夢なんて。うん、月曜日にそのプリントを提出してください。はい。はい、望月凛です。今回はワードを開発した伝説のプログラマーであるリチャード・ブロディさんの書かれたやりたいことの見つけ方を解説していきます。この本は一言で言うと、自分の心に正直な人生を送る大切さを教えてくれる本な。リンさん、ワードってあのワードですよね。ああそうだ。大学生のレポートやビジネスの文書作成までありとあらゆる場面で役立つ万人の必須アイテム、ワードだ。おお、すげえ。俺もいつもめちゃくちゃお世話になってます。著者のリチャードさんは創業して間もないマイクロソフト社でワードの開発責任者として働き、大成功を収めた。とんでもないほどの莫大なお金ももらったし、周囲から尊敬されてもいたんだ。今やワードは世界一売れている文書作成ツールだからな。いいなあ、えぐいほど大成功したんだから、きっと俺みたいな冴えない社畜と違って毎日幸せな人生を送っているんだろうな。それはどうかな。え？実はワードの開発に成功した当時、リチャードさんはそれまで生きてきた中で最悪の気分に襲われていた。え？ストレスは毎日膨らんでいき、もう我慢できないという段階にまで達した時に、リチャードさんは勤めていたマイクロソフト社を辞めたんだ。会社を辞めて3年くらいは働かず、稼いだお金を使って友人と遊んで暮らしていたそうだが、それでも人生は充実しなかった。生きる意味も見出せなくなっていた。お金もあって尊敬もされていたのに一体どうして？リチャードさんは莫大なお金を稼いで何不自由ない生活を送れるようになったからこそ、自分の人生の楽しみ方ややりたいことを見失っていたんだな。いくら成功し自由な生活を送れるようになったからといって、それで幸せになれると思ったら大間違いというわけだ。なるほどな。そんなリチャードさんの人生が大きく変わる日が訪れる。リチャードさんはある考え方に出会ってから、人生というものは自分の力で楽しく、もっと有意義なものにいつだって変えられるということを知り、人生を心の底から充実したものへと一変させることができたんだ。お、もっと詳しく教えてください。いいだろう。今回の授業を受ければ、そんなリチャードさんの人生を変えた考え方を知ることで、今よりも充実した日々を過ごすことができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は自分のことを信頼するだな。大学や就職先を決めるという大きな決断から、今日の夕飯を決めるという小さな決断まで、誰もが自分なりに常に何らかの決断を下している。そして人が失敗をしてしまったり不幸になってしまうのは、自分の判断を信頼できずにいる結果として引き起こされているものなんだ。自分の判断が信頼できないから不幸になる？どういうことですか？例えば会社で会議をしているとき、何かいいアイデアを思いついたけど誰にも言わずに済ませてしまったなんて経験はないか？ああ、あります。こういう風にしたらうまくいくんじゃないかなって思っても、自分のアイデアに自信が持てなくて結局発言できなかったなんてことが山ほどありますよ。しかも他のメンバーが自分の思いついたのとそっくりなアイデアを提案して、それが採用されてしまったときには、わあ言えばよかったとか悔しいって気持ちになりますね。そうだろう。お前のように多くの人は自分で決断を下したら失敗してしまうかもしれないと思って決断するのを渋ってしまう。ですよね。だがここで覚えておいてほしいことがある。それは何もしないこともそれ自体で立派な決断だということだ。何もしないことも決断？ああ、さっきの会議の例で言えば、アイディアを思いついた時にお前の目の前には提案するのか何もしないのかという2つの選択肢があったはずだ。そしてお前は何もしないという決断を自ら
の意思で選び取ったんだ。なるほどな。この視点を持つことが自分の人生の成功を大きく左右することになる。起業のアイデアを思いついた時や、一生かけてでも成し遂げたいことを見つけた時、多くの人はやらない理由を探してしまう。自分の判断を信じちゃいけない理由とか、何もしないでいることを良しとする理屈を探し回っているんだ。そんなことをしていては人生を充実させることなんか絶対にできない。充実して楽しい人生を送るためには、まずは自分自身を信頼して、言い訳をせずに一歩踏み出す勇気を持つことが大切なんだ。次は、選択の大半は無意識によるものだな。さっき、誰もが自分なりに常に何かしらの決断をしているし、場合によっては何もしないという決断をしているという話をした。もしくは誰かに決断を委ねるという決断をしているかもしれないな。そうですね。そしてもう一つ、お前に知ってほしいことは、人は何をするかを常に意識的に選んでいるわけではないということだ。むしろ選択の大半は意識的に行われるものではなく、無意識によるものだったりするぞ。無意識？どういうことですか？まあこれは立って歩く時のことを考えればわかりやすいな。お前は歩く時、わざわざ右足を前に出す、次は左足を前に出すみたいに意識しながら歩いているか？いや、そんなことないですね。そうだろう。だが歩けるようになったばかりの赤ちゃんはそうやって意識しながら歩いていたはずだ。どうやったらバランスが取れるのかや、どうやったら前に進むことができるのかを一つ一つ覚えながら、持てる限りの意識を全部振り向けて歩かなくてはならなかったはずだ。しかしそれも慣れてくるにつれて、意識をオフの状態にしたままでも歩ける余裕が出てくるというわけだな。確かに、そう考えれば算数の九九がパパッと言えたり、意識せずとも日本語をペラペラ喋れるのも最初は難しかったけど、全て無意識のうちにできるようになったことですね。ああ、私たちはつい意識していることばかりに目を向けがちだが、実は日常の選択の大半は無意識のうちに行っているものだったりする。そして学習の成果や信念、態度や経験、習慣など過去の自分の選択が積み重なってごちゃ混ぜになったものこそが無意識の正体なんだ。次は、世界の見方は変えられるだな。日々の一瞬一瞬に行っている選択は無意識に潜んでいるいろいろなものの影響を受けている。例えば高いレベルの仕事を任された時、今まで何度も自分の能力を否定されてきた人は無意識のうちにどうせ無理と思うかもしれないし、逆に小さな成功体験を積み重ねてきた人はやってやろうとその困難を楽しもうとするかもしれないんだ。なるほどな。同じ現実を目の前にしても人によって反応が違うのは人によって持っている無意識が違うからなんですね。ああ、そしてその人なりの信念、その人なりの意見、その人なりの態度、その人なりの思い込みがごちゃ混ぜになると、無意識のうちにその人なりの世界の見方や人生の眺め方が形作られる。時にはその世界の見方が自分の成功を手助けしてくれることもあるが、自分の世界の見方が足を引っ張ってくることだってあるんだ。そしてこの世界の見方はその人にとっての常識からも形作られるぞ。常識か。確かに今まで何度も能力を否定されてきた人にとっては、挑戦しても結局失敗するというのが常識ですもんね。その通りだ。だが常識がずっと前から存在し、多くの人に受け入れられていたとしても、そのことは正しさの証明にはならない。そもそも常識なんてものは時代によって変化するし、間違った常識もたくさんある。極端な話、世界のほとんどの人にとっては常識だったとしても、その常識を信じることが自分や人類のためになっているとは限らないんだ。よく好きなことだけしていても生きていけないなんて言う人もいるが、それはその人がそういう常識を持っているというだけの話であって、それ以上でもそれ以下でもないんだ。なるほどな。お前がその常識を信じるのも信じないのも、それはお前が決めることだ。決して他人が決めるものではない。お前は自分が何を信じるのかを決めることができるし、それによって信念や常識、世界の見方や生き方は変えることができるんだ。今日の授業は終わり。また来てね。